皆さんこんにちは。こんにちは。どうもです。こんちは。裏切りマンキーコングの森からゲームはスタートだ。やった人なら脳裏に焼き付いている名前ですよね。裏切ってしまったのか。キングクルールはなんでバナナを奪ったんですかね。あいつらバナナ食べるのかね。糖分過多で死にそうですけどね。それでもバナナは美味しいから仕方がないですね。ただ独占するって時点でおつむが弱い感じですけどね。ただ記憶よりも全然裏切りマンキーコングが出てこないな。我々の予想も裏切ってますね。それはおそらくその先のステージですね。ダチョウが出てきましたね。ダチョウって初登場だったっけ。ボーナスで出てきませんでしたっけ。裏切りマンキーコングに気を取られて落ちてしまった。マンキーコングもガバの理由に使われて不本意ですよ。そうそう、こいつディディじゃ倒せないんですよ。もちろん倒さなくてもいいんだけどね。ゴリラ同士の喧嘩ですね。喧嘩なんて生優しいもんじゃないですけどね。野生の世界は命がけだよな。飛行機とかあるので意外と文明は発達してますけどね。不思議な世界観だよね。猿の惑星。そして裏切りマンキーコングに慣れてないとこのステージは結構難しいよ。ある意味初代ドンキーコングのオマージュ的なステージですからね。よく見ると結構怖い顔をしてますね。当時は全然気にしてませんでしたが意外と細かく描かれているんですよね。それでもブラウン管だとめっちゃ綺麗に見えたもんだけどね。さっきからマンキーコングと関係ないところで死んでません？確かにこのステージの配置はちょっと意地悪ですけどね。ディディコング痛そう。このゲームのゴリラは痛みを感じないことになってるから大丈夫だよ。ヘソリンナス中毒かな。またシレットドラえもんの話をぶち込もうとする。なんだかんだでメタンさんもドラえもんに詳しい疑惑があるのですが。クランキーコングも量産型だね。彼は一体何者なんですかね。ドンキーと同じ速度で徘徊しているのでは。クランボーの海。名前だけでもめっちゃ懐かしいけどクランボーってなんだっけ。タコに見せかけて二枚貝ですよ。確かにあいつは嫌なやつですが、わざわざステージ名にしてもらえるなんて恵まれてますね。確かに開幕出てきたしな。海のステージはめっちゃ美しいですね。メガドライブのエコーザドルフィンも美しかったね。ただあれはとんでもなく難しいゲームなんですよね。アーシはワードとかエクセルに出てくるあいつでお腹いっぱいです。カイルが消えてからもう20年ぐらいになりますかね。最近いないなって思ったらそんなにいなかったのか。ステージの顔に倒される気分はどうですか。マジでなんとも思わないよ。そもそも水中でそんなスピードで真珠を飛ばすってどういう原理ですかね。身を守るというか完全に捕食する攻撃だよね。真珠の価値が崩壊しますね。こんなでかい真珠使い道がないですよ。川真珠貝とか真珠作るけど形が悪いやつとかあるからね。てかクランボーよりもサメの大群の方がヤバいですよね。このゲームの敵は平等に当たるとやられるからね。大体のゲームはそうですけどね。平等にやられましたね。クランボーに鼻を持たせてやったんだよ。真珠の吐き出し方のパターンが豊かですね。意外と柔軟な設定ができるんでしょうね。 DK バレルが出てくると実に安心するね。何秒持つかは見ものですね。すでにサメがスタンバイしてますね。ドンキーコングスタッフは鬼畜の集まりですからね。でもまだパターン的にはなんとかなるんだよ。もしかしておんぐにしようとしてます。今の視聴者様はおんぐネタ走りませんって。おんぐ、ここを越えればあとはゴリ押ししてでもゴールを目指すよ。ゴリラだけに今日は寒い一日ですね。このタコは毒がありそうだから食べられなさそうだな。触れたら即死するぐらいですからね。でも食べれたとしたら食べるんでしょう。目の前にタコがあって食べない人類なんて存在しないでしょう。そこそこいると思いますけどね。やっとこそクリアしましたね。今度はどなたがボスなんですか。もうボスの季節だね。ボスクイーンビー。巨大蜂はなかなかインパクトありましたね。主に気持ち悪さの方でですよね。奥のバナナ腐ってね。めっちゃ臭そうですよね。深刻な食料不足が懸念されますね。これはポケモン並みに怖い蜂ですね。スピアーといえばスピアーなのかな。樽を蜂に当てる。蜂が怒って赤くなる。黄色に戻ったらまた攻撃を繰り返します。まあ理屈が分かれば簡単なボスですよね。しかし小学生当時は蜂のビジュアルに圧倒されてうまく行動できないんだよ。確かに当時はちょっと苦戦した記憶があるんですよね。本当お気持ち悪いですね。でもこの抱き枕が売ってたら買うんですよね。単純に抱き枕として使い勝手が悪そうだけどね。倒しましたよ。だけよ。変な寄生虫が出てきそうなので遠慮しておきます。レベル4ホワイトマウンテン。ということで裸ネクタイは雪原までやってきたのだ。
体毛で覆われてるとはいえ寒そうですね。リディも薄着ですからね。こういうところのボーナスステージは大体体が覚えてるね。人間の記憶力ってすごいですね。もう少し別の記憶を覚えておきたかったですよね。ドンキーたちは動いてないと寒いんじゃないですかね。ドンキーは適応灯を浴びてるから大丈夫。だから水中でも大丈夫なんですね。ハイハイドラえもん、ドラえもん。念のためだけどわざと失敗したんだよ。ボーナスは面倒くさいだけですからね。白状するけどこのステージでめっちゃ苦戦したよ。確かに尺のメモリが大変なことになってますね。思いがけないところで苦戦することってありますよね。このゲームってゲームオーバーになったらセーブポイントからだっけ？どうでしたっけ？忘れちゃいました。そういえばあんまりゲームオーバーになった記憶がないですね。みんなうまかったんですね。いや、みんな大体無限増殖するからな。ステージメンテタル大砲の谷じゃなかったですよね。吹雪の谷ですね。すでにお気づきだと思うけど、すでにたる大砲の谷と言うべきステージだね。蜂が凍っちゃってますね。昆虫がこんな状態でも普通に活動できてる時点で異常なんですよ。海外の昆虫は強いからね。確かに制作してるのはイギリスのレア社ですが、陸上の敵も大体変温動物ですが普通に活動できてますね。違和感がないのは鳥ぐらいか。でもこのステージで苦戦したってのは納得しましたよ。樽の上に視界が悪いからね。セーブポイントを通過してから吹雪がひどくなってくるんですよね。スーパーファミコンってすごいんですね。スペック自体は低いんだけど、ピンポイントに革新的な機能を備えているからね。スイッチとか Wii とか任天堂のこういう路線は成功しますよね。バーチャルボーイってのもあったけどね。あの眼下にありそうなゲーム機ですね。あれの問題はコントローラーが見えなくなるってことなんだよ。せめてスーファミと同じコントローラーだったら分かりやすかったんですけどね。あ、これは足も苦手ですよ。これちゃんと見えてるのかな。15年前だったら円弧殺しでひどいことになってたでしょうね。この時点でとっても見づらいです。確かに4面だから難しくていいんだけど、それにしても難しいよね。今は完全に疑惑の判定がありましたね。ドンキーコングあるあるだね。そして今そのツケが回ってきたって感じですね。指揮者悔しいぜ。これって運ゲーじゃないんですか。鋭いな。でも普通の人はサクサク進めるんですよ。普通の人すごいですね。どうにかここまで来たのにもう動けない。動体視力を求められるんですね。なるほど、たまにずれるんですね。こんなに難しいゲームだった記憶はないんだけどな。ここを越えればゴールですよ。分かっちゃいるけどね。こんなところで死にたくないですよね。またセーブポイントからやり直しって考えると発狂しそうです。まだステージ4の始めなんだよな。セーブポイントはまだまだ先だって感じですね。だいぶ早いけど今回はここまで。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。